ボビーハートどこだ。ボビーハート、ボビーハート、これか。いたいたいた。いやてか JP 使い、なんか俺噂に聞いたんだけどさ、うん、JP 使いがランクもやってて、うん、そのまあ結構やっぱすごい勝ち方するわけじゃないですか。すごい勝ち方するね本当に。で JP 使いが JP 使って当たった時に一戦で終わりらしいんだけど、大体本当なんですか。だってクソつまんねえ。マジでクソつまんねえし、ムカついて操作怪しくなるし JP 出しちゃったと。あの基本的に JP 同士ここのやり合いなくて。あ、ないんだ。ここ攻撃範囲だからここでやり合うの良くなくて、うん、これが両方お互いちょっと動いたら当たるから、はいはい、お互いそんな真似しなくて、ここでおじいちゃんの杖でおじいちゃんの杖で殴り合う。おマジで JP 使いちょっと終わってないですか。大丈夫ですか。そこ頑張れよ。相当終わってて、で、うん、JP ってちょっとやっぱここの飛びに弱くて、うん、空投げ以外でこれが落とせなくて、はいはいはい、で必要にお互いめくるっていう。マジで JP 使いこれマジでくだんなくて。あ、何本当に。じゃあ JP 使いは JP と当たると一戦で抜けるんだ。抜ける人多いかなり。俺今まで一戦で抜けた人って俺ほとんどいないんだけど、抜けた人、うん、JP 使ってるとよくあるんだね。それよくあるし、回線切りもよくあるし。まあ原因不明の、うん、原因不明の通信エラーが起きましたって。これがヒットすると、うん、プラス大きくてジャンプできないんだけど、そうこれで7連発ぐらい当たって通信エラーになる人もいる。やっぱりいろんな要素でクソだから。また投げ食らってこれやって画面止まるとかもあるし。ああ、俺だって今までそんなことないぞ。いやまあまあまあ、やっぱまずいキャラ、やっぱ負荷がでかいんだろうね。やっぱその演出結構激しいし、うん、そうそうそう、うん、やっぱね。おいフェンリッチからまた来たよ、 JP 使いからレイドが。ああ、フェンリッチ君、今度 JP 会やろうねって。ネモさんとカケル君とアクア君とフェンリッチさんで、まあ、悪いお話しようぜみたいな。いやだってさ、みんな目の敵にするんだもの、気持ちはわかるけど。いやこれ違う、根本さんから。多分これもう作戦で、俺ももうわかるんだわ、うん、まず JP 使いの情報を根本さんの元に全部集めるっていうところがまず一つで、もう一点が、はい、俺たち勝ちたいよな、だから手組んでこのネタだけは出さないようにしようぜっつって。いやもう無理じゃないよ、あのネタ出さないわ。ネタ出さないわ、さすがに。みんなで JP 優勝させようっつって。もう JP 使いが このネタはストリートファイターリーグまでみんな取っときましょうっつって。そうみたいなやつだ。やばいでしょこのキャラ。そうそうそう、いやこのキャラはマジで勝たせてく、この逆立てに勝たせてくれたら、すごい申し訳ない気持ちになりながら一応使ってる。いや今からでもちょっとなんかあれかな、その当て身不具合でしたつ、投げ取らないようにできないのかな。いやでもねこれね、うん、珍しく徳倉さんが、いや僕これ弱体化しなくてもいいと思いますよ。え、珍しく本当に、うん、ほんまに言ってんのあいつ。なんか寛容だったよ。え、ドグラさんと笹本くんとかけるくんで4人で対戦したんだけど、うん、喋りながら、うん、その時に割となんか寛容な態度だった。え、あ、そうなんだ。割と寛容な態度で対戦してて、いやただ俺に負けたのが納得いかなくて、おじさんちょっともう一回やりましょうって言っちゃったけど。いやまあ別に。いやまあそんなに、まあそんなにかな。いやてか投げに対してやっぱさすがにちょっとリターン高すぎると思うけどな。いやまあまあこれは JP 使ってる人たちは今シーズンだけだって、まさにその孫さんが言ってた通り、うん、後の JP 使いに、いやー最初のシーズンはねこれ当て身取れてたんだよね、投げ当て身取れてたんだよ、無敵じゃないですかみたいな、そんな話をするんだろうなって思って、うん、いやそれぐらいのレベルだと一応思うけどね。だって補正かかってないんだよ、しかも。そう、めちゃくちゃ減る。これはちょっとさすがにまずいなとは思うけどね、確定して。でこれに入れ替えできる方法もあるし、うん、
逆タクでこんなに減ったらちょっとさすがにまずくないですかね。他のキャラはこの確定するのが画面端だけなんだけど、うん、駒投げ持ちはあやばいんだ中央であの確定取れるから、うん、確かにまあ中央とかだとね結構当て身微妙だもんね。そう本当はこれ中央当て身微妙なんだけど駒投げ持ちは確定しちゃうから、うんうん、そっからノーゲージ4500とか減るからやばいね。駒投げしただけそれだからかわいさすぎるね。そうガチ君とヒカル君がぶち切れてて、ね、マノン使いたちがメダル稼げねえじゃんってなって。いやまあでもマノンはまあしょうがないよ。マノンだってひどいことやってるもん。そうよそで ひどいことした、うん、あのそのあれが返ってきてるんだろうなって。だって劣勢な試合でそろそろちょっとあメダル回収しないとって捨て消してくるんだよ。ダメじゃない？記念メダル取りに来るの。記念メダル。そうそうそう。ステゲーが普通に戦略に入るってさすがにって思ったけどね。いやまあでもまあ確かにメダルあるからな。まあまあ別にマノンは別に最上位キャラじゃないけどいいかもしれないけど JP 多分本当に S 入るねこれちょっと。これはうん本当にやっぱり強い人が。むちゃくちゃすると思うから。ただキャミーはちょっときつそうな感じするな確かに。うんやっぱりその小技連携がクソだるくだるいし、うん、やっぱりあのストライクに対しても空投げ頑張りましょうとか無茶な答えだから。うんいやキャミーやるっきゃねえな。まあ多分キャミーだな。でもキャミー行くよりはとりあえずジュリで一回頑張るけど。まあまあまあ確かに止めにくいっちゃ止めにくい。まああとガイルオアだね。あガイルは無理っす。ガイル無理なキャラ多いのがびっくり。うんガイルはちょっとマジで無理だと思う。あのこのキャラガイルいけるっす。いやガイルなんか終わってるらしいねむしろ。ガイルが鬼の形相して突っ込んでくる。こんなんやってくんでしょ。こんなんやってくるマジで。こんなんで合戦がマジで終わってるから。でも一生懸命そのニーバズとかするんだけどこれで追い返すから、うん、バシューンとか言って。そうそうまた画面端からお願いしますみたいな。いやでもまあガイル使いがまあ今までやっててきたことを返してるだけだからな。そうなんだよね結構遠距離きついから一瞬、うん、鬼の形相で突っ込んでくるとか今まであなたそれね、受ける側でしたよねって感じで。まあそうねやってるのはいいけどやられてるの許せないんですかっていう。まあまだまだでもねガイルはゲームにはなってたけどちょっと JP ゲームになってない可能性あるけどね、はい、まあ、ガイルをちょっとまあ粛清してるのだけはまあ一応、まあ、JP ちょっと許すけどただまあ JP が多い環境だとガイルは生息できないから生息できないかもね。うんこれやるしかない。バーンアウトしてたらこれでもう積んじゃう。でジャンプしようとするとあのしっかりこれコンボになるから。いやこれ JP 使いねあのヘイトは受け止めなきゃいけないわさすがに。、はい、ひどいことやってんもんだって。生ゴミを使ってると思っております。うんこれひどいことやってんもん。はい私は 生ゴミ使いでございます。うんいやちょっとやっぱヘイトが集まんのこれで許されようなんていうのはさすがにおこがましい。これはSA も粒揃いなんだよねだから、うん、この無敵技、うん、このよくわからんことしてくるエイジスみたいな。てか SA3 普通にぶっ壊れな性能してるけどね。これぶっ壊れぶっ壊れっすよ、うん、いや SA3 ぶっ壊れな性能してるけど。これぐらいでしょこれ、ま、サーチプラス何でも拾える。でこの後の状況がめちゃくちゃいい。これさマジでこれこれでこれではい拾います。はい終わりみたいな。いやだって俺今日さ体力マックス状態からさ相手体力1割とかで、はいはいはい、当て身食らって終わっちゃったんだ。当て身食らっちゃったんだ投げに。はいはいはい、うわぬるったと思ったんだけどまあ体力リードあるしドライブゲージもあるからいいかと思ったらそこからあの普通に前傾させられたんですけど。まあ嬉しいことに火力もあるんですよねこのキャラ。いやでも火力が高すぎるなちょっと。火力高いね本当に、うん、まあ絶対下げられると思う、うん、火力